自分で社長という名刺作りゃ社長ですよ。社長という仕事を選んだ理由とは、自分のやりたいことなんですよ、だからそれがたまたま社長というポジションになっただけなんです。自分に関わった人たちをハッピーにしていこうということが、自分の好きなことだったんです。それがたまたま社長というポジションだとやれるんですよ。ああ、それは明日法務局に届け出したら誰でもなれるんで、自分で社長という名刺作りゃ社長ですよ。だから社長というのが偉いんじゃないんです。自分がやりたいことが何なのかってことなんですね。ですからさっき言ったように、私のやりたいことはそうやって組織を動かしたりコミュニティを作っていこうということなんだけど、それが社長というポジションじゃなくてもやれるんだったら別に社長業にこだわらないですよね。ある意味ね、さっき白雲社っていうのは親父が創業者で作った会社、生まれながらその背中を見てますから、当たり前のようにそれがあったというか、なろうと思ってなったというか、わけではないかもしれないですね。まずは自分がやりたいことが何なのか、社長業ありきではない、俺は社長になりたいんだと、一つのエネルギーじゃないですか、ある意味そういう、上昇意欲というかね、人それぞれなんでしょうけど、やっぱりたどり着かないと思いますけど、多分やっぱりね、社長業ってことに魅力を感じるんだったら、なったら終わるような気がしませんか。なったら終わりって、それゴールじゃないですか、じゃないと思うんですよ。僕はそれは一つの手段であるから、それじゃちょっとつまんないなって。で、社長になって何したいのっていうのが大事ですね。社長業が偉い、やりたいことじゃないでしょうと。